こんにちは。プロトキオです。なんでお金持ちはお金持ちの子を産むかですね。まあ私の家はそんなお金持ちではないんですけど、まあ貧乏すぎてもないっていう普通なんですね。で、お金持ちから逃れるためには、まず時給という概念から逃れようっていう話です。日給とか。時間を売って稼ぐって書いてましたね。確かにその通りなんですよ。だから何かの技術でも時間も必要なんだよ。時間を売ってお金をやるっていうと、やっぱ時間、お金持ちってね、一番欲しいものは時間とか言うらしいよ。だからやっぱお金で、時間がお金で買えるんだったら買ってますよって言ってる。で、お金持ちは悪いことしてないって書いてあるからね。うわ、お金持ちは悪いとか言って。ね、社会はね、妬み、そんな意味だから、お金持ちなんてさ、なんだろう、詐欺師でない限り、うん。で、そこはヒカルさんはそのグレーゾーンをついてきたって話。詐欺でしょ。でも法に罰せられない詐欺みたいな感じだから、いやー、そういうところも重要ですよ。でもそういう悪いことしたんだったらいいことで返すためにプレゼント企画とかいっぱいしてるんじゃないですか。そういう考えをさ、うわ詐欺師だーで悪いイメージだけじゃダメでしょ。どんどんプラスのイメージはプラスしていかなきゃ。その考え方が悪いんだよ、みんなの。お金持ちは死ねみたいな、金ばっか使いやがって、で小学生、金持ちが小学生だったらみたいなこと言ってるけどさ、小学生はさ、あんなキレッキレなトーク出さないじゃん。で店長とも仲良くなんないでしょ。そんなになるかなってもさ、返しが悪いじゃん。話続かないじゃん。初め社長状態になるじゃん。あ、切り裂き英字状態になっちゃうじゃん。切り A 状態になっちゃうじゃんね。何？お金のいい使い方をする動画出した方がいいの。はい、ということで今日は株に投資していきたいと思います。じゃ今日はこの銘柄にね、やっぱこの銘柄の業界やっぱね、もう今ではいい業界なんで、もう本当に、もうね、世の中に対してもやっぱ今いい銘柄なんで、これに、まあね、100万円くらい、ああ、違う。まあね、1000株くらい買っていこうと思いますとか、誘導が見たいか、みんな。確かに勉強にはなる。いや何、いい金の使い方。何すかそれ。ということでね、今日はね、不動産収入、不動産買ってみましたよ。ってか、見たくないだろ。なんで、じゃあ、無駄遣いしないお金の持ちの、なんだろう、発想だってさ、お金を使うのも発想じゃん。何、お金ばっか使って考えないで、何でも買えやいいと思ってる。でも、それがなかったからやってるんじゃんって話なんで。じゃあお前がやれよって話なんだ。そんなこと考えてんだったら。できねえだろって話なの。お前がやれよ、違う。あ、ごめんなさい。お前がやれよ、違うぞ。おい、やばい、今、バカ発言しちゃったね。お前がやれよはね、ほんとね、だいたいね、俺みたい。うわー、精神年齢低いのバレた。当然です。まあお前がやれよは違うけども、やっぱりそこの新ジャンルをついてきたってところでいいんじゃないでしょうか。まあ、タブーとされたものをうまく利用した。でもやっぱ風当たりいいわけないよね。そらね。でもそこで100万人で稼いでますよね。あのね、提供のやり方だと多分、はじめ社長とかより稼いでんじゃないのかなとか思っちゃうんですよね。それはないか。なんかもう、月に何十本、十何本とか出して、それもリピート率 90% とか言ってたから、いつかヒカルさんの羽も金持ちになっちゃうな。ヒカルさんの話になっておりました。まあ、お金持ちはお金持ちうまかった。お金持ちの考えがお金持ちにする。やっぱ親、子供、子は親の鏡で、めぐみさんが言ってたことによると、それはお金持ちの話じゃないんです。話脱線するの大好きなんで脱線します。やっぱ、今、大人になったら楽しいぜ。ウェルチも何杯も飲めちまうぜ。みたいな大人が最近はいない。ダメだよ、お金使っちゃ。使っちゃダメ、ダメ、ダメとか。お前、俺がやられたのは、お前、ガチャガチャなんかすんな、無駄な金だろって言われたんですね。それは、お前の価値観で喋ってるだけだろって話なんですよ。あんたはガチャガチャいらないけど、俺は回したかったんだよって話なの。ほんと、それダメだからな、親になって。子が欲しいって言って買ってんだから、それ否定すんのは最低なやだぞ。まずさ、自分の価値観が上だと思うのよ、本当に。な。子供の教育って言うけどさ、それが欲しいから買ってんじゃん。それが無駄って何？じゃあ何？株に投資しろって話なの。
はぁだよ、マジで。本当に。でしょ？ガチャガチャが、なんでな、そういう、ガチャガチャが無駄だとか言うんじゃねえよ。じゃあ何買えばいいの？お金を貯めろって言って。で、そこでお前がお金ストップさせてんだよ。で、貧乏、やっぱ貧乏の人っていうのは、やっぱり一戸建てに住みたいから、これは偏見だな。でもやっぱり、なんだろうな、お金持ちになれない理由っていうのが、消費がありすぎるって言ってんだってね。お金持ちは消費しないらしいんだって。ね、投資をするんだって。また新たなお金を売るための、お金を生むためにお金を使うって言ってるから、最低限安くていいものを買うんだって。だから時計とかも、ハーケンクロイツじゃなくて、タグホイヤーとかのごっついやつじゃなくて、確かに高級だけど地味なやつで、なんだろう、印象がいいやつとか。やっぱ何でも印象なんだよ。そうだよね。だからさ、みんなお金持ちがお金持ちがお金持ちにみんななりたいでしょ。いや、世の中お金が全てじゃないからって、確かにそう。それは当然。全てではないけど半分は占めてんじゃないかなって思う。いや、やっぱ世の中お金なんだよな。お金が全てでしょ。女の子だってさ、そうじゃん。もし広瀬すずがいて、うわーめっちゃ可愛いって思って、もしお金持ちが、ねえ僕と付き合おうよ、嫌です、1兆円あげるからって言われたら、って多分広瀬すずでも膝から崩れ落ちる、ね、金額くらい出せば喜んでって言ってくれると思うけど、1兆円はビル・ゲイツしか出せません。あ、お金持ち夢いいな、そんな夢。はい、100億結婚しようって言ったらさ、そのお金やっぱね、でもやっぱ妻が最大の出費らしいね、お金持ちはね。やっぱお金持ちの奥さんの財布だけがどう頑張っても制御できないんだよ、自分の制御で。だから結婚ってあんま良くないんだよね。結婚するんだったらジジイとか、でもそれじゃ金に目がくらむから、お金持ちはお金持ちと結婚した方がいいかもしれない。うん。でもそれだとな、ダメなんだよな。なんだろう、女の人の出費ってさ、倹約があって女の人に俺いないイメージなんだよ。俺のお母さんってさ、めっちゃ金使うし。それでほぼ、うちがね、ズタボロだから。女の人で倹約家っていないイメージなんだよな。ね、やっぱお金持ちは大きな出費を減らすらしい。まあ、うちで言えば、うちのお母さんはディズニーランドが好きだから、ディズニーランドグッズ、ディズニーランド行くことをやめようとかでもいいし、俺だったらなんだ？ああ、俺良くないな。ゲーム？でも俺、めっちゃゲームに使ってるわけでもないし、半年に1本くらいしか買わないしな。そんなお金ないしな。俺、妊娠に全部使ったから。まずさ、俺のムカつくことは、お小遣いの使い方を制限されるのは俺ムカつくんだ。お小遣いって自分が使っていいお金じゃん。なんで、教育の仕方っていうのがあるよね。面白いね。お金持ちの人がね、本に書いてあるんだよ。それで、ポンって1000万円子供に渡して、で、これ好きに使っていいよって言ったらしいんだって。でそれで遊びほうけて、ですぐなくなっちゃった1000万円言ったら、亡くなった時に親が怒るとかじゃなくて、お金はうまく使えば何倍にもなるし、原本を増やすこともできる、でも使い方を間違えればすぐになくなってしまうと。100万円だとすぐになくなるから、ちょっと多めの1000万って。やっぱさ、お金の教育の方が重要なんだよね。俺、小学校とかでお金の教育しろよって思うんだよ。なんで教育しないと思う？だってみんなお金持ちになっちゃうじゃん。で、会社っていうものが回らなくなるの。会社がなくなるの。みんな個人事業主になっちゃうから。でそこら辺の戦いだから、その時給で雇う人がいなくなっちゃう。からそれをしないんだと思う。だって日本が困るじゃん。公務員ゼロになるじゃん。金持ちになった方が楽じゃねって思って、みんななっちゃうみたいな。
で、みんなお金持ちになれると思うよ。うまくいけばね。っていうのが困るから、教育でお金の教育はしないんだよ。わかる？ね。その学校全員がさ、お金持ちのさ、ノウハウ知ったら全員お金持ちになっちゃうじゃん。多分。それだと日本が困るんだよ。でしょ？だって、あ、やべえ、公務員なくなるじゃん。公務員なんかやってられっかよって言って、みんなが、熱いな、毛布。って感じになっちゃうっていう話ですね、やっぱ。だからやんないのかって思いました。ちょっとね、何言ってるかわからない。喋ってるだけで雑談なんだよね。やっぱ、親の考え方がね、ダメなんだよ。親の考えとテレビだからね、お金持ちの親のことは考えてもいい。運で、運でお金持ちになった人の話は聞かない方がいいかもしれないけど、その仕組みとかで稼いでるとか、そういう人、もう超一流の金持ちに話は聞いた方がいいよね。だって YouTube だって仕組みでしょ、見てもらうための。やっぱゲームズの方が金入るんだな。はい、ということで、俺もバンバンゲーム出してきます。違う、顔出ちゃった。まあ、次回の動画で会いましょう。バイ。